さあ今回もオークス砂の盗賊たちリベンジ編やっていきます。さあまずアーティファクトで強くしようよと。建物はないんでこれを選べない。あ、戦士の体力が増えて敵の体力は減る、これかな。さあ行きましょう。さあこれ効果変わるんですけど、まあまあまあいけるでしょうと。どれ、グローバルダメージが 40% 増加。これじゃないかな。ディスカウント1。呪文コストディスカウント。呪文あったかな？ないと思うね。今回も下に行くでカードをプレイすると。最初まっすぐカード欲しいんだよな。まあじゃあ曲がりながら行くか。消化して。まっすぐ1個行って弊社が1つ理想なんでこうかな。これが一応魔法か。まあ、それくらいしかないですけど。さあ、これが理想的な拠点の置き方。で、これ家を建てると、歩兵を含む軍営が出現すると。さあ、これどう評価していくのかね。楽しみですが。さあ、まず一旦完成させの。まあ、まず行っちゃうか。はい。で、最初ここね、もう軍は置けら置けるんで。で、こっから確保行きますけど、ここね、市場があるんで、一箇所使えないと。で、これ中心街からの距離に基づいてお金なんで、これこっから延長して広げていけば、つまりね、金になるわけでしょ。道の普通の延長とも違うものなんだと。あ、さっき言ったこれ、武器を強化できる取得か、じゃあ。これかな？あ、こっちがついたね。弓矢に、ダメージがついたはず。さあ、舞台、まず右だね。だ右の方に道を広げないといけないと。まあ、弓入りゃいけるでしょ。炎弓です。ダメージは37上がってるね。どんくらいかは知んないですけど。さあ、まず、どこにこれ置こうか。まあ、この辺置いていくか、とりあえず。こっちかな。道が邪魔だな。で、こっちか。弊社でもない方ね。あ、これもついてるね。さあ、これでティア2です。2つつけると。これダメージ上がるのかな？上がって、さっき37だったんで上がってます。だって武器を重ね掛けすると。これね。前回やってなかったんで、一つの大きな成果と。弊社ここに置いても邪魔だな、正直。サイドローしよっかな。サイドローした時のデメリットはないよね。まあ、軍ならこう、どうし悩むな。距離を離してお金ってのもやりたいし。あ、もういけんじゃん。まあ、弓矢ゲットしとこうかな。ここ置いて。さあ、来たよ、農地。一旦ここ置こうか。どう置けばいいんでしょ、とりあえず。いけますよ、と。さあ、この辺いいんじゃない？さあ、軍だいぶ増えてます。で、右だね。そういえば右と。で、こう灯台を置くという手もあります。これスマートで、まあ、いけないですね。時間は14秒か。で、ここに置いて、槍にしよう、そして。弓もう一回入れてみる。これ入れちゃおっかな、はい。飽きた、農地。ナイスの落ち。あ、弓矢じゃ入れようか。この炎がティアの数なのかな。3回目ダメージ80だ。拠点じゃないけどこうやって、武器を重ねて入れて強くできる、まあ、弓とかね展開する場所結構決まってるんでこうする方がいいんじゃないかなと。お前ら遠いな。行けるか行けないか。まあ、近場には来てもらおう。
さあでも弓、炎弓いいんじゃない？こうめっちゃ炎、めっちゃ強い、めっちゃ強い。次左なんでね、これいらなかったわ。無駄金でしたね。だいぶ離れたでしょこれ。どう？祖国から離れてきましたけども、いかがお過ごしでしょうか。移動賃がいるね。あとまあ1分以上あるんで、まあ端っこ灯台が一番いいかな。統合か。まあいないんで、そう、そんなにそっち行くの多いから行くのかな。そろそろこの辺いいんじゃない。で、まっすぐはここに使うとして、さあ来たよ。距離によって、2ずつ増える。ここだと、あ、これ繋がってないですね繋がりがいるのか、そもそも。あー、まあ、できなくはないけど無理です。諦めるということを選ぼう。だ、これ中心街からの距離、繋がってる道の距離だね。ただの距離じゃダメか。弓をここに置いて、やはりこれ道を蹴んのかな。あ、さあいけるね。道とつながっている市場につき、あ、ウォーター、手札の量が増える。まあこれかな。さあまっすぐの道欲しいね。まずまっすぐ行ってから展開するんで、そっからだよな。中央とでもつなが、ここつながっ、つながってるけど別に行けないか。使えないな、カードが。もうサイドローしよう。結構カードいっぱいあるんですけどね。まあ、移動 C の。弓ちょっともう一つ増やすか。さすがにね。この落ちで埋めちゃおう。これ適当な部隊に上げて手持ちを増やすと。さあ燃やすのいいんじゃない？強いでしょ。まあ、燃やすというか炎が攻撃だもんね、そもそも。あの、結構突破してくるな。槍は、あ、いたはいたんだ。お金なんか67枚まで持てるね。あ、でもこっから行ったら曲がってもいいのか。一旦使ってみようかな。まあ、まずちょっと武器いくか。農地をこの辺適当に置いてね。ただこれちょっと広がるからボス戦、まあでもボス戦はでもユニットくらいいけんのか。さあでもちなみに次上です。まあ前へ出てもらって。まあさっき槍遅れたんでね。ちょっと気をつけたいところ。悩むなぁ。ここにいるならいけるか。やり、ここに置こう。じゃあこれお金は開くと。弓適当に増やしといて、これ作っね、ゲットしたはいいけど使わないですね。で、中心からの距離でしょ。一旦これ置いてもいいんじゃないかな。置けないわ、横にある建物が。さあ合体し、多分強くなりました。ダメージは24。まあ、結構高いかな。まっすぐカード欲しいね。曲がりカードいらなくないか。1枚とかでいいんじゃないかな。
おい、いや、計算可能性が高すぎる。これじゃダメでしょう。ギアをさらに追加。4ギアです。137強。初期だと50。まあでも高いか。50でも。まあ総大将ですよ、あれで。ここで終わりかな？向いちゃおう、じゃあ、はい。6です。あれ、同じかコスト。なんかメリットあった、今の取引で。137。さあ、強いけど、でも全体的に軍がいないんでね、ちょっと厳しめではあるかな。だから近接を強くした方がいいよね、槍とか。体力上がるんで、その辺にメリットがあるはず。さあ、ここはまだまだいけるけど、こう増えてきた時だよね。よしよし。まあ、強力すぎる部隊がいたんで、火力面ではどう？体力面でちょっと課題が残ると。さあ、お、敵カード1枚だね。多くを2体倒すと軍営の全体のダメージが2増加。2体？簡単じゃない？武器職人。あ、これ武器のコストが0になるのか。あ、いいね、それ。こうやって毎回だよね。まあ1個だし置いとこうかな。で、まあ追加で舞台にしとこうかな。さあ、腐敗はやめてもらおう。カードを消して腐敗を取り除くと。で、この曲がる無限を消すと終わっちゃうんで、チエンドなんでね。これいるかな、これいるかな。アースっていう属性が分かればいいんだけどね。防御力アップ的なついてるのかもしれない。で、この炎は強いでしょ。で、拠点2つ絶対いるから、これ曲がるのね、2ついらないと思うんだよね。まあ、か、これか。さっき使ってないしね。範囲拡大はでかいと思うけど、道がないのもどうだろう。まあ、これ1なんで簡単に使えるってのもあるし、こっちの方が使わんわ。拾ったけど。さあ、これ行こう。どうしようかな。カードに効果付与するか。カード効果でしょ。アップグレードならいいんですけどね。ちょっとここはまたアーティファクトかな。